今日もやられんのかな、やんなるな。やっぱ取るしかないんだよ。鉄筋棒でも買ってくれよな。鉄筋棒だなんて単価でも買ってくれよ、がっつりやられねえにできるんだけど、金もかかるし、めんどくせえし。なんだ、いなくなっちゃったじゃん、本当に。よく俺がここで叫んだ時に、でもなんか小梅がなんだろうって聞こえたさ。ツバメとは思わなかった。あの時はこの真上に行っていたの。あ、戻ってきたんじゃない、ちょっと。映ってないな、映ってない。戻ってきてるよ。本当だ、少しずつ増えてる。増えてるよね。でもこんなもんじゃない。が引きずり下ろしてる。ごめん。ぴょんって飲んだ、ぴょんって。みちどっか行っちゃった。ああ、今日もやろうかと思ってできなかった。肩が凝ってさ。疲れちゃったね。俺も疲れてる。いや、私ってさ、なんかさ、誘いやすい感じなのかな。誘いやすい感じ、なんかそういうオーラ出してるかな。なんで？でもなんか卵屋のおっさんがチラシをよこしてさ、卵の話を5分ぐらいされて、俺買い物あるから行きたいのにと思ったんだけど、なかなか行けなくてさ、帰りにもう一回それやっと出てきて、帰りに通った時もでかい声でありがとうございましたなんて言われて、なかなか恥ずかしかった。泣いてるよ。泣いてるね。ニヤオンってニヤオン。もうさっき言ってたじゃん。ああ、こっち行ってない。さあ行ってくるか。もう雨降りそうだから。そうそう、やっぱスズメバチだ。クマはいるの？ここで焼き殺してさ、しばらく経ったら5分もしないうちにまた1匹他のが来てさ、俺ここで会ってたさ、そしたらこうブーンブーンブーン周りをぐるぐる回ってさ、どうかに巣があるんじゃない？お前のもんでもういささかいってこれを脱いでさ、これでバシーンってどうか巣があるんじゃないの？巣があるからまだ来るよ。よしよし、みっちゃんも外で待ってな、ね。